リューリクは862年にラドがを支配し、ノブゴロドを建設したとされる、ルーシの最初の主張である。リューリクの後援は、キエフルーシから16世紀のロシアツァーリ国に至るまで、公、大公、ツァーリなど支配者として君臨した。後世に同盟の君主があるため、リューリク一世とも呼ばれる。リューリクは、現在の英語の名前のロデリクと関係している。 このルド語のローリックが由来である。ラドガに到着する、流陸ロシア千年記念碑の流陸像流陸と、アスコルドとジールラドガとノブコロドを支配してきた流陸がどのような人生を送ったかに関してはほとんど情報がない。彼に関する、ただ一つの情報は、12世紀に作成されたルーシの原初年代記に記録されている。現存する写本には、相互の争いに疲弊した。 スラブ人が自分たちを治める指導者を求めてバリャーギにすがり、リュウリクら三兄弟を得たと書かれている。リュウリクは879年の島で政権にとどまった。しかしながら彼の後継者オレーグはリューリクの息子イーゴリを伴い、キエフに口座を移し、キエフ対抗国を建国した。ただし、イーゴリがリューリクの子であるのかについては論争がある。 ルーシの陰の多くには、竜陸の地が流れているとされている。また、ロマノフ朝以前の王党を、竜陸長と呼ぶのは、彼らが竜陸の末裔とされているからである。しかし、竜陸は、反伝説的人物であるということに留意する、必要がある。例えば、現初年代期に相当する北欧の伝承、佐賀には、スウェーデン出身の族長の活動が描かれているものがあるが、 流陸に関しては、そのようなものは存在していない。スタラやラドガの近くに旧世紀の大きな古墳のようなものがあり、地元民はそれを流陸の墓と呼んでいる。ありがとうございます。